はい、火曜エンターテインメントの時間です。皆さんこんばんは、クラークです。本日はですね、素敵なゲストをお迎えしております。アコースティックユニットのレイジさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、錦織咲也さん、こちらがピアノですね。ピアノとか曲アレンジ、はい、はい、これ担当してらっしゃるということで、はい、もう一方、はい、ハニシナキキさん、はい、キキと申します。はい、ボーカルと、はい、歌ですね、はい、を作られてるということですが、はい、歌詞、そうですか、はい、お二方ですね、はい、二十数年来のいろいろ活動されてるということですが、はいはい、そうなんです。はい、長くなりました。長いですね。はい、で、いろいろなこうユニットを経て、はいはい、今続いてるものとか、はい、亡くなってしまったものもあるんでしょうけれども、今はまた復活してされてるということでよろしいんですか。そうですね、2人はこの咲夜とキキはずっと、まあ、やってきているんですけども、はい、その間いろんなバンドの形になってみたり、はい、ボーカルが増えたりしながら、今でもシャルロットっていう、はい、4人組 の、はい、ボーカルグループはあるんですけども、はい、まあ、最初に2人でクラウディという形で始まったものですから、はい、去年からもう一度原点に戻ってやってみたいということで、ま、それで、ま、名前も、ね、はい、新たにレイジデジで活動を始めました。そういう活動の中で、そこに一つの写真集があるんですが、そうなんです、はい、これちょっと見せて、素晴らしいですね。静かなモノトーンの、静かな、はい、これはどちらですか、場所は。実はこれはオランダなんです。オランダなんです、はい、仏像写真で非常に有名な金井森道さん の、はい、写真集ということですが、この写真集にドラマがあったわけですね。なんかこの写真集を見てる方がその、この写真集に合うようななんか音楽あったらいいなっていうことで探していたということですか。そうですね、はい、それで、はい、写真を、はい、写真集になる前の写真を何枚か見せていただいて、はい、で、まあ、即興で曲を弾いたところ、はい、お気に召していただいたので、じゃあもうそこの即興のあれがいいということになって、じゃあお願いしますと。はい、そうですか。これ2000年ぐらいに作られた写真集ですよ ね、はい、非常に珍しいですよね。ちょっと後ろのところ、後ろの方にここに CD がついて、 CD が入るようなところがあって、はいはい、写真とピアノが紡ぐオランダ風景というタイトルがついておりまして、咲夜がピアノを、はいはい、ピアノアルバムを担当して、今流れてるのが、あ、この今流れてるのがその曲なんですね。そうなんです、それの一部なんですけども。なるほど、はいはい、そして国歌という、そうなんです。実は、まあ、私フォローしますけれども、はい、これを見た朝日新聞の方でしたっけ。そうですね、はい、その方がこれ聞いて、とてもやっぱり気に入っていただいたということで、国歌という岡倉天心が始めた日本最古にして最長に続いている美術史がございます。それを DVD 化したものにこの曲を使いたいということで、はい、取り上げていただいております。はい、なるほど、はい、そういういろんな経験を経て、はい、いろんな音楽を追求されていると思うんですが、はい、ここで一曲ちょっとメドレーでですね、はい、3曲、はい、そうですね、いただけるということですので、はいはい、ちょっと曲の紹介をしていただけますか。はい、最初が春に佇んでという、ちょっと古い曲なんですけども、春先によく歌う曲で、はいはい、これは作詞が咲夜なんですけれども、うん、でその後に友達が、フランス語で歌詞をつけてくれました。フランス語、川影という曲を、はいはい、ボルド・ラ・リビエルというフランス名もついておりますけど、はい、そして最後に終わらない歌という、うん、終わらない歌、はい、ハイローズのタイトルの曲もありますけど、楽しみですね。違った雰囲気で、それではご準備いただきまして、はい、3曲メドレーでお送りいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。忘れて
遡れば出しそびれてたあなたへの手紙にじんだ文字胸焦がす巡り合い別れゆく運命の一コマ肩を抱き頬寄せて時は巡り巡り巡る素晴らしい歌声でした。フランス語もね、はい、おしゃれですね。もう特訓しているところなんですが、はい、やっぱりあの歌っていうのね、はい、歌う側が一生懸命歌うとやっぱり染み入って聞く方もね、感動しますよね。で今後ですね、はい、あのどういった活動をされていくっていう、なんか夢とか
そんなものがあればと思うんですが、そうですね、あの夢としては、はい、まあ、私たちのこう魂の故郷と なぜか思っているアイルランドで、アイルランド、あの CD をリリースしたいということ、はい、それからあのケルトつながりでフランスのブルターニュにも行って、はい、まあ、そういうところであの音楽を、まあ、現地の方に聞いてもらったりとか、はい、まあまあ、CD がリリースできたらとか、まあ、本当夢は大きくという感じで、はい、そんなことを思い描いております。そうです、まあ、そういう夢に向かってね、はい、あのいろいろ活動されていったらあの、いいと思いますので、応援させてください。ありがとうございます、はい、本日はアコースティックユニットの、レイジ・デイジさんでした。錦織咲也さん、はい、ありがとうございました。羽品キキさん、はい、今日はどうもありがとうございました。どうも失礼いたします。クラークでした。